はい、毎度おなじみ天の声です。今回は大阪府高槻市にある居酒屋スタンド B さんで、酢豚20個定食チャレンジに挑んだ時のやつ。酢豚たった20個の定食なんで、正直ね、今までのチャレンジで飛び抜けて簡単、制限時間もねたっぷり30分ありますし、さすがにね今回は大丈夫そうですね。大丈夫じゃなかったんですけど、米田コーヒー様もね、裸足で逃げ出すレベルの逆詐欺チャレンジだったんで、よければね、引き続き本編の方をご覧いただけますと幸いです。それではどうぞ。すいません、いただきます。さあ、始まりました。酢豚20個定食チャレンジ。制限時間は30分です。いやね、もうとんでもないことになってしまいましたね。どこから突っ込んでいいかわかんないんですけど、もう酢豚20個定食、こうはならんやろ。僕の知ってるね、酢豚、義務教育で習ったね、家庭科の教科書に載っていた酢豚チャソはね、画像みたいな感じで、皆さんもね、多分ね、こっちを想像されてた方多いんじゃないかと思うんですけど、ちょっとね、知らない子出てきましたね。そもそもね、酢豚を、子でね、数えてる点で、ちょっとね、不穏な空気はあったんですけど、豚からさんの個数が、ホットモットの唐揚げ弁当みたいに選べるシステムで、それがね、20個ある定食だと、勝手に思ってました。皆さんね、ちょっと大食い動画見すぎて感覚が麻痺してしまう症状にかかってる方多いと思うんで、わかんないかもしれないんですけど、20個って、普通からしたらね、いい感じに多い量ですし、結構ね、ここおしゃれな居酒屋なんで、一般の方向けのチャレンジメニューなんかなと。それをね、まるで初心者わかる、立ちの悪いベテランのように、ウッキウキでね、ちょっと挑戦しに行ったんですけど、マジでやらかしたかもしれん。解釈はね、間違ってなかったんですよ。確かに、豚から20個だったんですけど、大きさがね、ご覧のようにマジでバグってました。このね、お店の看板メニューらしくって、酢豚。このお店で酢豚と言ったらこれが出てくるらしいです。お前のような酢豚がいるかって話ですよね。マジでこの話に限らず、あらゆることにおいて言えるんですけど、ちゃんとね、ちゃんと下調べはした方がいいです。ちなみにね、1個あたりの酢豚の重量は驚異の 150g。これがね、どれぐらいかと、皆さんピンとこないかもしれないんですけど、例えばね、みんな大好きファミチキ様、これのね、交渉値の重さが、80g なんですよ。なんで、大体ね、ファミチキの2倍近くの重さですね。あとはもう一つ身近な例で言えば、ケンタッキーのオリジナルチキン。これのうちのね、一番大きい部位が、リブとかサイなんですけど、これで大体120から150グラムぐらいです。しかもね、これ骨ありなんで、可食部で考えればもっと少ないです。ここまでの話でね、もうお分かりいただけたかと思うんですけど、この酢豚ね、もう相当おかしい大きさします。一個一個がね、揚げたポークステーキぐらいの破壊力あるんですよね。しかも、酢豚の陰に隠れがちなんですけど、しれっとね、ご飯もかなりのサイズしてるんですよね。当初予定してた、想定してた、酢豚20個定食なら、もう制限時間ね、30分あれば余裕やったはずなんですけど、これね、ちょっと話変わってきましたね。初心者向けチャレンジをね、ドヤ顔で狩るつもりが、気づいたら回ってました。捕食者から非捕食者へと。もう言ってる場合じゃないんですけど。さあちょっとね、酢豚という概念をぶち壊すレベルの異常なサイズを前に突っ込みまくった結果、味の感想の方がね、遅れてしまって非常に申し訳ないんですけど、この酢豚ね、お店の看板メニューというだけあって、もうバケモンうまいです。山盛りに積み重なってたらちょっとね、恐怖が勝ってしまいますけど、一個で見ればね、これ相当うまそうな見た目してますからね。こちらね、ブロックで仕入れた豚のもも肉をカットしたものを揚げておりまして、中はね、非常に柔らかくプリプリでジューシー。あと、酢豚といったタレなんですけど、このタレもね、醤油ベースに蜂蜜と黒酢で味付けされたもので、黒酢蜂蜜酢豚と呼ばれるやつですね。この甘辛く濃厚なタレが染みた衣で、またね、ご飯が無限に進むんですよね。黒酢と蜂蜜っていうのもあって、お酢独特のね、ツンとした酸味がなくて、非常にまろやかなんで、そういうのがね、苦手な方でも、他の揚げ物を食べるのと同じ感覚で食べられると思います。
万人向けの酢豚ですね。サイズは万人向けかどうか諸説なんですけど、だいたいねこれ1個に酒かご飯で満足できるらしいです。まあでもね、ほんとボリュームも味も非常にねクオリティ高くて、居酒屋で頼む一品としてはもうこの上ないですよね。先ほども申し上げたように、酒のあてにもご飯のお供にもできる、看板メニューで人気なのも納得です。ちなみに他のメニューも酢豚ほどぶっ飛んではいないものの、海鮮とかサラダ、揚げ物や、あとはね、枝豆冷ややっこ、きゅうりといったおつまみなど、もう居酒屋で定番のメニューに加えて、韓国料理とか中華料理、イタリアンなど幅広く取り揃えられております。すべてね、昼に仕入れた材料でね、調理する手作り料理だそうで、画像とか見てるとね、これめちゃくちゃうまそうなんですよね。今回ね、酢豚20個定食が、家庭科の教科書基準だったらね、これ瞬殺して残りね、何メニュー居酒屋メニュー食べられるかにしようと思ったんですけど、すいません、ちょっとダメそうです。またね、ドリンク方面も力を入れられているそうで、インスタとかで話題の泡カクテルとか、あと自家製のね、果汁シロップで作る果実チューハイをはじめ、ビール、ワイン、カクテル、焼酎と、過不足なく揃ってますね。そしてなんとこのドリンクメニュー、今回の酢豚と同じぐらいね、ぶっ飛んだじゃなかった魅力的なメニューがあるそうです。その名も出世サワー。一杯ね、480円固定で、チューハイ、ハイボールから好きなドリンクを選ぶことができます。ここまでの説明だとね、至って普通のドリンクメニューなんですけど、なんとね、この出世サワー、おかわりをするたびに量が増えていくんですよね。具体的には、1杯目が 300ml、そしてね、2杯目が 500ml、3杯目は 700ml、そしてね、4杯目はついに1リットルになって、5杯目になると、これがさらに倍になってね、2リットルにもなります。ちょっとね、最後ら辺の増え方おかしいですね。そして各サイズを並べた画像がこちらです。2リットルグラスの存在感が半端ないですね。ちなみに料金はこれね、最初にも申し上げたように、1杯480円固定なんで、後半になればなるほど得をするシステムです。ただね、3杯目飲み終わった時点でね、これ1.5リットル。重量にするとね、1.5キロなんですよ。正直ね、これ結構ね、理論値だと、かなりね、値段に対して伸びると思うんですけど、難しいかなっていうのがね、僕のファーストインプレッションでした。ただね、意外にも多くの人がね、これ3杯目までに撃沈するどころか、4杯目は飲み干した、巨大グラス5杯目に突入されるそうです。こんなね、悪魔のようなちょっとシステムですから、さすがにね、お酒に自信のある方が頼む傾向にあるっていうのはあるんでしょうけどね。にしてもね、それを考慮しても、はるかにね、想像を超える飲みっぷりでビビりました。だってね、これ、4回目飲んだ時点でね、これ 2.5 リットルなんですよ。重量にして 2.5 キロなわけですから、ね、下手なチャレンジメニューぐらいあるわけなんですよね。それをね、アルコールでやってのける上に、ラスボスである5杯目2リットルもね、いいとこまで行くらしいですからね。いやね、結構ね、複数のこのお酒飲みの方から、酒なら余裕で5リットルぐらい飲んでるシーンあるわって、話ね、聞いたりすることあるんですけど、ぶっちゃけね、5リットルって5キロなんで、絶対にありえない。ちょっと酒でね、ようわからんようになってるだけちゃうんってね、半信半疑で聞いてたんですけど、ちょね、これ、あながちガチなんかもしれませんね。酒飲みあるある。お酒だと急にキャパがフードファイタークラスに解放される。心当たりがある方は、ぜひね、コメントの方をお願いします。こういったね、数々の面白企画とか、あとおしゃれな店内や手作り料理、高槻という高立地なのも相まって、結構ね、女性とかカップルに対して人気のお店だそうです。ちょっとね、クリスマスが近づくにつれて、カップルというワードに対し、非常にね、センシティブになってきている今日この頃なんですけど、ちゃんとね、一人用のカウンターもあるようで、にっこりです。ちなみにね、さっき、高槻という高立地も相まってってね、申し上げたんですけど、マジでね、この高槻とかいう駅、あらゆることにおいて有能なんですよね。ソースは実家暮らし20年間、最寄りが高槻駅でヘビーユーザーだったウプ主自身です。そうなんですよ。僕、今京都なんですけど、実家暮らしの時はね、高槻市民だったんですよね。
いやね、もうこの日ね、久々に降り立った高槻駅、もう懐かしすぎましたね。昔ね、死ぬほど通って太古の達人しまくってたゲーセンが、まあ、駿河屋に生まれ変わってて、ちょっと涙が出ました。まあ、この後ね、別の意味で泣くとは思わなかったんですけどね。さあ、話それたんですけど、まあ、高槻駅がどう有能かですね。まあ、まずはアクセスです。まあ、このね、高槻駅には、ジャイ R と阪急という2つのね、路線が止まります。まあ、ジャイはね、まあ、皆さんお馴染みだと思うんですけど、まあ、阪急はね、ちょっと関西に住む人以外はね、ご存じないかもしれません。まあ、その人のためにね、2秒で簡単に解説すると、まあ、阪急はね、梅田から上の大阪、そしてね、兵庫、あと京都のね、中央部分を走る路線で、まあね、この地域に住む人はね、このジャイか阪急までの距離がね、もうそのままアクセスの良さに直結すると言っても、まあ、過言ではないぐらいね、主要な路線ですね。まあ、それがね、もう2つともね、止まる時点でもすでにね、バグなんですよ。まあ、しかもね、この2つともね、あの特急で止まるんですよね。最強です。で、まあね、違う路線なんで、まあ、厳密にはこの阪急高槻駅とジャイ R 高槻駅、まあ、離れてるわけなんですけど、まあ、この距離もね、まあ、めちゃくちゃ近くて、東方で言うと5分です。そしてね、この阪急とジャイの間が繁華街になってるんですよ。つまりね、これ乗り換えで通るついでにね、飲みとか買い物を済ますことができるんで、マジでね、この高槻駅周辺便利です。まあ、しかもね、ジャイと阪急両方からバスも出てるんで、まあ、大体ね、どこからでも来れますし、どこにでも帰れます。あとなんか僕自身がこれね、直接実感したとかいうわけではないんですけど、結構ね、昔から大阪の北の方結構ね、治安がいいって評判なんですよね。まあ、それも相まって、なんとね、住みたい街の最寄り駅ランキングでは堂々の1位です。まあ、ちなみにね、これ僕がね、子供の頃からもうずっとですね、10年以上1位をキープし続けています。連勝記録半端ない。まあ、住みたい街ランキング界隈の吉田沙保里です。てかね、このランキング見て思ったんですけど、僕ね、高校が茨城で大学が吹田なんでね、マジであの、ゆとり世代の中でも特別ゆとりな環境で育った可能性ある。もうゆとりオブゆとり、ガチゆとりですね。よろしくお願いします。さあ言うてる間にね、残り時間5分、残りはわずかなご飯と酢豚2個。案の定ね、久々にギリギリの戦いになりましたね。まあ、タレはね、完食条件に含まれてないとのことなんですけど、まあ、顎が外れないように最後まで気を引き締めながら行きたいと思います。まあ、そういやね、途中説明した中に出世サワーってありましたけど、あれね、なんかフードでやっても面白そうですよね。例えば1杯目は白飯 250g、 2杯目は白飯 500g、 3杯目は白飯ね、まあ、1kg、 4杯目 2kg みたいな感じで、ラーメンとかでもね、まあ、替え玉がね、だんだん1玉2玉3玉4玉って増えていくとかすると、もうね、なんかおかわりする中でもね、面白さが出てくるかもしれません。もしね、専門の方いらっしゃったら参考にしていただけますと幸いです。さあ、そしてついにね、ラスト1個の唐揚げ麺を食べ終わりそうですね。残り時間はもう約1分。マジでね、この酢豚定食日本最強でしょ。さあ、そしてね、最後の唐揚げもしっかりと食べ終えてごちそうさまです。はい、ってことで無事にチャレンジ成功できました。いやね、酢豚様はここまでバグってるとは思わなかったんですけど、ただね、味の方はもうめちゃくちゃ美味しかったですし、まあ、他にも魅力的な料理が多数、さらに、ね、サワーでも出世が狙えると、まあ、非常にね、スタンドビーさん楽しめる居酒屋さんだと思うんで、まあ、よければね、ぜひ行ってみてください。さあ、それではまたお会いしましょう。さよなら。